ば。もつ鍋からの不動産芸人。どうも、はじめまして。東京 NSC 12期生、辰巳さんの一期下のピン芸人の相原慎吾と申します。よろしくお願いします。私ちょっと引っ越しまして、その時の不動産もね、そうなんですよ、やっていただいたということで。実は私副業、いや本業で不動産屋をやっておりまして、もう芸人は趣味としてやってるよ。あ、そうなんですか。じゃあその不動産屋の概要は、はい、このチャンネルの下に URL を貼っておく形でよろしいですか。いいんですか。いや、もちろんでございます。それはもう、はい、じゃあね、今日はバラちゃんと一緒にもつ鍋食べますよ。美味しそうだね。いい具合に至っておりますよ。これ味噌もつ鍋って言うんですよね。そうなんですよ。美味しそう。ほんと、あ、いいですね。うまいよバラちゃん、これ美味しいですよね。いただきます。あったあったあった。あー、うん、やっぱ美味しそうに見えるな。これあのいいもつです。いいもつ、わかる。あの食べた瞬間もうすぐ溶けていく柔らかいもつです、うん、あのずっと食感が残るもつじゃないです。いいもつこれ。へー、美味しい。とんでもないのが来ました。焼肉です。居酒屋でこういう焼肉、炭火焼きができるんですね。美味しそうだね、バラちゃん。美味しそう。ねえ、美味しそうだね、これ。これ、これはハラミですね。はい。牛ハラミでございます。完全に和牛のハラミですね、これ美味しそう。ハラミです。ねえ。あと残すはリブロース、肩ロース。うわねえ、これ絶対。うわぁ、美味しい顔してるね。これ見ながら飯食えます。やば、これ絶対美味しいな。うん、やばい。だってわさびの辛さをがあんだけ乗せててもっていう、すごい油出てる証拠ですから、ね、次は肩ロースを焼いていきます。肉越しの、あ、ただの酔っ払いですよ私。はい、肩ロース美味しそうだなこれ。いや、そうこうしてる間にもう肉が裏返さなきゃ。あ、これもうダメですね。もう食いですね、食い。いや、だから言ったじゃないですか。食いですね。早い方がいいって。早い方が良かったね。じゃあバラちゃん食べてください。そのぐらい乗せても大丈夫ですか。これ本当美味しそうに見えるな。これね、中国の富裕層。来ました、肩ロース。これはごま油のかかったネギをたっぷり乗せて、一回バラちゃんの顔を経由して、ああいうの星3つだよこれ。いや、それ俺の、俺の俺のそれ。これなんすかこれ。はい、どうぞ。お待たせしました。これあのさっきの大量海鮮盛りの妻を利用したかき揚げです。はい、美味しそう。妻はさっきの刺身のやつね。そうです。でもこっち気になりますよね。そうですね、なんか初めて見た人はね。吉本芸人清水バージョンです。清水バージョンと申します。そして相原バージョン。うまい。余った妻を天ぷらにしていただけるなんて、もう阿佐ヶ谷にある幸太郎丸のサービスいかついですね。このタイミングでこんなでかいおむすび頼むんですか。いやー、やっぱね、飯がないと食うぜ。すごい、うん、めっちゃおすし食ってる。今え、何ですか今。したね、おむすびよね、うん、
食べましたよね、半分ね。食べました、半分食べました。締めの麺もいただきました。麺もいただきましたね。そしてで、これもつのね、うん、スープに今、うん、ライスを入れて、これは美味しいな。うめえ。いい顔すんな。ちょっとな、普通に何シャーベット食ってんすか。見た目全然裏切らないっすね。白桃ジェラート美味しそう。いります？いらないです。食べたいですか？一体いらないです。あげねえよ。いや、いらないっつってんじゃん。あげねえよ。あ、すいません、すいません。なんかご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してくださいね。チャンネル登録お願いします。